ミルワーカー休み時間ラジオ井上マンでございます。どうもミルク佐藤でございます。撮ってるのは昨日の土曜日、19時3分ということでございますけどもね、はい、いや、うん、J2 残ってますけどね、 J1、J2 が行われておりますよということでね、戻ってきましたね。しかも声出しガチガチでね、各所盛り上がってますし、なんか久しぶりにあのダゾーンいっぱいつけてね、そうだね、もう画面も分割していっぱい試合見てみたいなやりましたよこれ、ね、始まったなって感じしますけど、どう先生なんかは、ね、なんか気分の高揚感がやっぱりありますよね、ありますよねっていうのがすごく感じます。あとデータなんかもこれね、先生予測立ててこうあれでしょ、器みたいのいっぱい用意してるところにこう数字をやっとはめ込んでいってるわけでしょ今頃はね、先生パン屋、ね、パン屋さんのね土台にこう小麦が入ってきたみたいな感じで、先生もう嬉しくてしょうがないでしょしょうがない、ね、ベイクベイクでしょ、ベイクベイクでしょ今、ね、膨らまして膨らまして、いやもう本当そうっすね。だからこのね、あの朝出してる動画、昨日の夜も出してるのかな、っていうところでいろいろね、感想とかはおしゃべりしてたんですけど、こう、ね、ベストイレブンも先生 J1 は出してくれてますけど、なんか印象値含めデータもそうですけど、なんか言えてないこととかないの、これ言っときたいなとか、目立ったところとかなって。わ、俺やっぱ鹿島の話したいっすね。鹿島、はい。まあ、あの、フロンターレマネージャー結構、かなり喋ったってのがあるんで、板置いとくと、やっぱアントラーズが正直ほら、キャンプの間、ほぼ勝てなくて。そうで心配されてましたよね。主力の皆さん、ゼロ得点で迎えたんですよ。はい。で、多分歴史上遡っても、こんだけ、まあ負けたはどうでもいいんですけど、得点できなかったチームが開幕戦でちゃんと主力で点取ったってのは。ね、ピトカ知念が取って0-2というね、勝負になりました。そうそうそう。はい。でもね、なんかキャンプでやってた内容とまるっきり変えたんですよ、結構。うん。ギルドアップからパスでつなごうっていうよりも、中盤結構ぶっ飛ばすサッカーやってたんですね。はい。結構だから開幕戦だし、ちょっと勝利に徹したのかなって感じましたね。そこのなんかこうリアリティっていうか、なんていうんですか、これ2節以降どうしていくのかなっていう感じですね。そうなんですよ。ね。そうなの。だから、なんか勝手にこう僕の中では。次なんか、あれだっけ、川崎か、マリノスかどっちかなんだっけ、次ね、鹿島対川崎です。あ、そうでしょ。そうなんだからっていうのもあんのかな。やっぱ次、川崎で。ね。ね。苦戦が予想もされるから、ここは絶対落とせないと、2連敗とかにはさせたくないと。そうかもしれないね。やっぱりその、ね、サポーターとの関係とか、なんかいろんなメディアのあれとか、鹿島として、ここは絶対勝ってきたいっていう感じだったんじゃない？俺もそうなんだよね。なるほどな。なんかね、だから想定の逆の試合やってたんですよ、個人的に思うの。鹿島がだからもともとビルドアップ系でこうパスつないでって、京都がハイプレスするもんだと思ってたら、はい、逆になったんですよね試合中に。なるほど、なるほど。で鹿島がハイプレスで奪って鈴木優馬が奪って、プレゼントパス出して知念が決めたみたいなシーンでしたから2点目のところは。あらこんなことになるのねなんて思いながら。使い分けれるチームがいっぱい出てくるんかな今季は。そうですね。ね、状況によって戦い方も変えてくるみたいな。そうですね。ああ、ただやっぱりサッカーって俺ボランチなんだなともちょっと思いますよ。はい、やっぱ鹿島もその、ね、鹿島の話ばっかりであれですけど、やっぱその佐野海舟選手がこうサイドバックからボランチにね、そのトレーニングマッチからこの開幕で戻ったんですよ。本来のね。やっぱ、彼がね、真ん中にいるだけで、もうそもそも安心して見てられるという。ああ、なるほどね。もう彼がどっしりといろんなサポートもやってくれる、いろんなところにこうサポートにも行ってくれる、ボールも奪ってくれる、だから京都はもう佐野選手いるだけでちょっと面倒くさがってた感じもあったので、で奪ってサイドに流してそこから前にボールポーンと出して鈴木優は知念が収めてみたいな感じでしたから、なるほどなるほどななんて思っちゃいましたね。これどう思ったんだろうね、鹿島サポの皆さんコメントぜひ入ってください。いただきたい、ね。いやいや、私はこう思いまして、京都サポの皆さんもね、これ、超監督京都としましては、ね、やっぱちょっと、あれって意外な感じだったですかね。いや、それはあったと思いますよ。こう来ますかみたいなこともあったでしょうかね。だと思いますね。うんだから、その京都がビルドアップでこうや、いろいろやろうとしたのも、はい、鹿島がそのビルドアップばっかのその練習試合のこう、いろんな報道とかもあったから、プレスそこまでやれてないだろうっていう、そういう考えとかなかったかなとかちょっと思ったりもするんですよね。なるほどね。これ全体的にこういろいろ一試合見られたわけですよね、全チームね。そうですね。J1 で言えば特に。これ次からどういう
なっていきそうなんですか。二節あるあるって何なんですか。開幕戦あるあるはあるじゃない、ほら、プレシーズンを踏まえて、まあね、で予想も難しいから、前節のね、あの、うん、今までの当たり目とかで見るしかないみたいな説明ありますけど、二節あるあるっていうのは、あるあるっていうのは、うん、やっぱりあれでしょ、みんな開幕戦に合わせてやってきてるわけだよね。で、一節を見て、ね、なんかこう、折衷案といいますか、うんうん、作ってきたのかと、相手の特徴を見極めてアジャストするわけですよ。そうですね。ね、なんで、あの、はい、スタメン組で、はい、あ、勝とうが負けようがなんですけど、はい、あの、開幕戦のスタメンの前線メンバーが点決めたところは、次も調子いいと思います。うん、ああ、なるほど。なるほど、なるほど。湘南、鹿島、ね、うんうんうん、マリノス、名古屋とかは、はい、まあ、ガンバもそうかな。調子いいっていうのは、まあ、いいんじゃないかな、スタメンはまた同じようなスタメンで、誰も文句ないっていうのはあるしね。そうですね、うんうんうん、でプラス前線ってやっぱちょっと攻撃陣はいろんな戦術組み込んだとしても、うん、ちょっとその枠内の決定率のところちょっと水物っても言われるので、うんうん、はい、調子の良さってことをやっぱ前線メンバー表してくれてるところあるから、うんうんうん、乗ってくるみたいなのあるわけですもんね、積極性。俺だから名古屋よ、まさ名古屋、はい、ユンカーがスパッとね、これやっぱりさ、うん、いや名前のある人が移籍してきてよ、やっぱり 5,6 試合決めれないとなんか変な雰囲気になってくるんじゃない、そうなのよね、なんかこのチームにはまってないのかなとか、だから嬉しそうだったもんね、やっぱり、ね、早い時間にユンカパーン一回決めてね、そうなのよね、でもあれそんな簡単なシュートではないですよね、あれね、簡単じゃないね、ほいっとほいっとって思いました、当てたとは思ったけど、ほいっとってあのコーナーキックからファーサイドをしたね、ポンってやれちゃうのがやっぱりユンカーさんのかっこよさっすよ ね、 そういう意味では知念さんなんかもね、鹿島の話戻りますけども、そうだね、ちゃんと決め切ったってなんか冷静にやれたって、ね、パトリッキもそうか、ね、そういう意味ではね、そうですね、あとは宇佐美さんもニューポジションの宇佐美さんのゴール、うん、しかもあの得点入れた後のなんか空気感ね、そうだ ね、 ね、あ、よかったね、なんか一丸となって、で宇佐美が決めたことでなんかこう頑張っていう、ファンも含めて頑張っていうね、うん、そう、来い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 みたいな。ね。なんか書き出してたけど、知らん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 、入っとった入っとった、知らん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 みたいな。来い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 みたいなね。ラインズマンなんか見んで、入って絶対入ってたって俺持ち込んでるお世話ないやろ。ないやろな、書き出して、知らん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 、来い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 みたいな。ね。あの感じよかったですね。ほんとね。なんかさ、だってまさ、思い、ちょっとさ、頑張る皆さん、今ちょっとすっきり、あの、勝ちはできなかったけど、すっきりしてんじゃないかなと思ってて。去年だって俺、東口&宇佐美の怪我よ。大怪我、そうだね、2人ともだってシーズン半分も結局出れなかった、いやそうか、そういうのもあるから、特にリハビリとかも見てるし、うん、ね、それがこう開幕節からこうポーンってきて、いやそうね、で守護神も東口選手出なかったけど、これで谷君出たから、うんうん、そうだね、これはちょっとね、面白いことになってきたかも、競争も激しくなってくるだろうから、あの最後の PK はね、ガンバ側から見れば、うん、あそこ止めたら完璧だったですね。谷が、ね、そうだね、うん、片山選手のミドル止めるのはちょっと至難の技でしたから、ね、あれはすごいわ、あれは無理、うん、やばあれしょうがないですね、うなってましたからね、うなってたね、あそこから出て来るわけない人から打ってきましたから、ね、クロスがこうこぼれて、やっぱ奥野さんもそうでしたけど、セレッソの話になると ね、 あったね、やっぱあのミドルがバシバシ決まるリーグになってくるとこう緊張感出るというかね、そうだね、ミドルをやっぱりこうふかして当たり前みたいな時代もあったじゃないですか、あったね、なんかとりあえずシュートで終わっとけばみたいなじゃなくて、こう、うんうん、こういっちゃうんですからね、スパッといっちゃうんですから、ね、あれいいですね、あの角度はね、あのそれこそ川崎マリノスの西村選手もああいう角度でしたよね、こう決めたのはね、そうだね、確かにね、うん、ポーンと決めたやつ、あれ良かったなと思って、落ち着いてますから、ゼレッソの話言ったからだけど、はい、あの為田選手のゴールのところがちょっと俺は、はいはいはい、俺口めっちゃ開けちゃってアングリと、クルークスさんからのすごいやつでしょ、クロス、ただその前よ、前左サイド山中選手のグルンとしたクロスが逆サイドのクルークス選手まで行って、はい、あそういうことか、はい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 、新潟の選手からしたら、あもうわみたいなそうか、見送るしかなかったってことですね、そうですよね、あなるほどね、バレーボール見てるみたいな真ん中で、そうだね、いやいやいや、とんでもない軌道のやつが2発流れ込んできますから、ね、ああいうなんかロングボーラーが2人いるっていうのはやっぱすごいですね、そうですね、迷わず飛び込んできてましたし、田辺さんもね、あれね、
そうですね。綺麗でしたね。亀田選手からしてもね、やっぱりちょっと今、清武選手の怪我とか、香川選手がやってきたとかあるから、かあね、今、マジで点取っとかないと、ね、危ないというのもありあったでしょうからね。よかったなと思いました。いや、香川選手やっぱ存在感ありましたね。起点になるパスもありましたし、何度も言いますけど。ただやっぱり若い頃のイメージがあるから、あのユニフォーム着て、ひげ生えてるとちょっとまだ違和感ありますよね。ちょっとあるね。つるって、ね、ま、ね、している頃の新人選手だったから、我々が知ってる。そうだね。ピンクをまとった頃はね。あ、なんか老成してヒゲも生えられて貫禄ついてピンクのユニフォームの香川真司、新鮮でしたね。そうでしたね。でも結構あのピッチ入ったらこうね、なんかこう指示を出してるね、うんうん、こうリーダー感が出てましたよね。やっぱちょっと違いますよね。出て出て前出てとか、あっちあっちであっちでいいみたいなね、結構ああいうのやる選手ですよね、香川選手ね。そうですよね、うん、昔はもうあれでしょ、ボール持ったらこう2人3人かわしてシュートみたいなね、感じでしたけど、こうやっぱり戻ってきて年齢もね、うん、経験も経てスプレースタイル変わってみたいな、もう味わいですわな、ね、先生な、ほんとそうだね。いやいや、そうですわな。いや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 、なんか胸熱だったら、ね、活躍してほしいな。活躍っていうか ね、ピンポイントでもいいですか、やっぱね、ああいう風に出てきてほしいな、やっぱな、うん、思う ね、 ね、あとさ、まあ、長友さんとブチブチやってほしいね。胸ぐらつかめってほしいですよ、ね、痛いね。おら言うてね、うん、痛いね、うんうん、俺、あとやっぱパリオリンピック世代なんかちょこちょこ頑張ってたよなってのすごく感じた開幕節でもあったなと思います。あと、大卒ルーキーとかもかな、はい、あ、大卒だけじゃないね。いわゆるルーキー世代が頑張ってたなってのすごく感じたのもありましたね。はいはいはい。そうですね。まあ、ルーキーどころじゃなくね、ジュビロのやっぱり後藤圭介くんに関しては、高校2年生で開幕戦出場して2得点なんで。うん、すごいな。ヨルディバイスに勝ちながら点取りましたからね。すごいな。バレンタインの前だったらよかったのにね。ねえ。だいぶ変わったでしょう。ねえ、そうですね、うん。地元の高校の前のコンビニから板チョコが消えてたんじゃないですか。うん、バイスに勝ったんだって2組の彼つって後藤くん。そうでしょ。そうだね、うん。ただ岡山の方もね、うん、佐野くん、坂本くん、ソロモンくんと、うん、まあ、全員パリオリンピック世代の皆さんがゴールを決めたりだとかもありましたし。はい、あ、そっか。うん、いいね、いい流れだね、これは。いいよね。うん、あと、他監督見てても、新潟もほら、ミトちゃんと、あと、はい、コミちゃんっていう二人、コミとコンビって言われますけど、はい、パリオリンピック世代の高卒3年目かな、うん、の組が二人ともスタメンに名を連ねてたりとか。素晴らしい、素晴らしい。うん、クリューマッキに。ああ、実はね、うん、こう、なんか非常に J リーグの意義がありますよね、今ね。そうっすよね、うんうんうん。他にもね、やっぱもう、クリュー、松木はもう、ドンといますね。うん、いや、もうそうですよ。普通に。アンダー20なんて気がしませんよね。徳を積んでらっしゃる感じがしますよね、もうね。そうですね。このままベンチャー企業家とかなっても。実家に仕送りしてる空気ですよ、なんかね。ベンチャー企業家。なるほど、そっちですね。なんか、ベンチャー企業家として今からなんか名を馳せてもおかしくない、うん、いや、僕はもうあれですよ。名を馳せた後に講演会してるイメージでどうも松木です。つって。今回お話させていただくのはですね、私の経験をもとにですね、3つの要素からなります。あ、パパの方ご覧ください。設置つきます。HDMI でいいんで、これありますコードありますみたいな。慣れてんなーみたいなね。そうだな。お手元のパンフレット52ページ見ていただいて、ね、まだちょっと10代とはちょっと思えないやっぱ貫禄があります ね、 ね、そうですね、それは見て取れたな。10代っぽさとかデジッチとかでも出てます、うん、でも笑顔でケタケタ笑ってましたけどね、ちょっと20代っぽいとこ見たいな、なんでしょうね、確かにね、なんでしょうかね、え、やっぱりちょっとそれこそセクシーな女性がローラースケートで抜けていったらチラッと見ちゃうとか、そんなシーンなのね。ね、そういうのすらな、30代だけど一回も見たことないけど、そのシーン。いや、理想のなんか西海岸ですよ、西海岸。西海岸の美女ですよ。ないですかね。なるほどな、なるほどね。まあ、ただね、うん、まあ、さ、うん、松木くんはこれでしばらく J1 出ないんで、うん、あー、行っちゃいます、アンダー20、そうか、なのに出てたのか、やっぱ欠かせないんだな、だから本当はレギュラーなんだな、うん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 、さっき岡山の話したけど、坂本伊藤選手と佐野光大選手も今回点も決めたし、はい、佐野くんに至ってアシストもありましたけど、うんうんうん、まあ、この試合をもってそうかアンダー20行っちゃうのって、そうか、岡山いきなりスタメン2枚抜けなんですよね。ああ、本当だね。ちょっとそこら辺がちょっと心配なところはある、ね、うん。逆に言えば勝利で飾れてよかったですよね。
ですね。ちょっと圧勝に近かったですけどね。まあ、点差は1点になりましたけど、はい。そうですね。うん、なんなら後藤君に関してはもう1点取ってたら、急にアンダー20選ばれてたんじゃないかと、すら思うぐらい、ね。そう、確かに。ちょっと感じました、ね。アンダー20はどこに行くんでしたっけ？ウズベキスタン。ウズベキスタンでアンダー20のワールドカップ？アジアカップ。アジアカップ。わ。はい。ここは優勝できそうなんでしょ？できると思いますね。してほしいね。まあでもただ J リーグのチームの皆さんとしては優勝もしてほしいけど、うんうんうん、あとあれちょっと早めに帰ってきてほしいっていうチームもあるかもしれないですね。ああ、そうか。勝っちゃうと長くなっちゃうわけだ。そうなんです。ああ。だから松木くんに関して、松木くんとか J1 組に関しては、うん、優勝した場合次に出るのは4月です。ああ、そっか。うん。3月丸々持ってかれる。持ってかれる。ただもうあれでしょ、チームの皆さんとしたって、いやいや、そりゃ、ベテラン勢も、ね、ああ、もうに、そんな年派もいかない子に負けてる場合じゃないっていうね、ぐらいの気持ちで。ね、言ってる間にこう ね、アンダーの犬間の選択でしょ、これは。ね。あいつら、いない間にもう、こっちは見せてやるぞっていうことですから。そうなんだ。それがまたチームの力になっていいんじゃないの？いや、そうなってほしいですね。うん、ねだってやっぱ、アンダー20とかそういう大会で経験してくると、うんはい、一気にまた一回り二回りでかくなるっていうケースもあるから。そうですね。伸びしろがあるっていうかね、うん、成長期ですもんね、いろんな意味で。そうですね。そのあたりもちょっと注目したいところではあるよね。なるほどね。はーい。リーグともどもってことですもんね。そういうことですね。あとはちょっと気になるのは、はいこの動画が出てる頃にはもう結果分かってるんですけど、うん、オルンガ対谷口ね。おお、はい。はい。もうやり終わってるはずなので、どっちになってるのか。ダゾンで見れるんですよね。見れたはずなんですよね。ACL。そうそうそう。はい。あとはね、久保建英、はい。西地区か。はい。うん、VS ビジャレアルがあるはずなんですよ。あー、なるほど。そのあたりがどうなったのかな。あんまテンション上がんないね。なんかレアルとか。なんでだよ。レアルとかとやってたからさ。いやほら。今さらビジュアルレアルって言われても別に。いや俺なんかほら、うん、あの時の古巣じゃん。まあそうだけどさ。それあれテンション俺と全然違う。今のビジュアルレアルに久保がいればそれは見るけどさ。まあね。うん、いやわかる。言ってることわかりますよ。わかるね。ゲームで散々やりましたからね、ビジュアルレアルは。いや、思い出ありますよ、それはね。まあね。うん。なんてあの時のやつとかいるんですか、あの時のお仲間とか。あ結構まだ残ってるんですか。あ、そうですか。なるほどね。まあだから、うん、やっぱね、ちょっとリベンジじゃないですけど、恩返しね、なんかやっぱ勝ってほしいです、ね。決めてこうやってやってほしいですね。はい、この、なんかこう、久保田敏信みたいな。ね。ワナメイクラーブの時の久保田敏信の動きみたいな。ね。あ、なんか、ね、ブルースリスペクトの動きあるじゃん。どうも。あるある。この間コマンがやってましたよ、ね。やってたわ。あれやりたいですね。あれお笑いでやるときってどういう感じだろうと思ってね、想像したんですけど。そんなシチュエーションないですね。ないね。ドカーンって受けた後に、どうも、いいんで、いつですよ。フルスですから。ないね。誰も怒んないからね、いやいや別に。そうだね。うんうんうん、まあそんな感じ。データマンでもないでしょ、あれやるシチュエーションは。データマン、フルスが存在しないから、ね。うん、そうか。お母さんの前ですごいデータの話しすぎちゃった時とか、ああ、ちょっと落ち着いてくださいみたいな、ね。もう完全に無視されます、うちの場合だったらね。あ、そうなんですか。データ家族じゃないんですか。その影響でデータマンになったんじゃないですか、ナチュラル。違うの。うち、全く違いますからね。家計簿とかをもう全員壁にホワイトボードで書いてた家だからデータ好きになったとかじゃない。そう、俺だけ、あの変異種なので。変異種なんですね。わかりました。その話をじゃあゆっくり今度聞かせてください。はい、お願いします。ありがとうございました。また。ということで、サブチャンネルをお送りしてきました。いいですね。はい、自由な。リーグ戦受けてね、ややいう、そうですね、チャンネルでもありますんで、こちらも一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、また明日です。毎日やってます。こちらもチャンネル登録、ぜひよろしくね。井上真央でした。お願いします。直美里でした。いろいろ楽しみです。じゃあね。またね。